どうも速火塾の久保でございます皆さんのおかげで2750万回のアクセスが今回達成しましたいやーなんかねここまで積み上げていくとなんかやっぱりこうまあネットの世界で生きてるなーって気はしますねまあでもそれ以上にネットじゃないところの空間も大事にしていきたいなと思っております2750万回閲覧をいただきまして本当にねなんとか身寄りに尽きるなーと思っております まあでもね、この高いアクセスも、まあ、はっきり言って1アクセスの集まりですからねうんまあ、例えば30万回のアクセスがついているのがキャンドゥサンステ福山店、ね、それから男寿司20万回おおすごいでこれはすだち屋ってとこですね確かねこれ2年前に伺ったところでこれを10万回でしょ で最近の投稿では若吉さん笠岡とかねあと川崎幼稚園にもちょっとね今話題の川崎幼稚園ですけどもコメントさせていただいたりとか一点張り岡田屋さんのラーメンもちょっとねコメントさせていただきましたそれから西池平公園っていうねところがあるんですけどもこちらの方もチェックしてますね、うん、とにかくこう素晴らしいところはどんどん紹介したいなっていう思いが こういうふうにちりばめられて Google マップを作っています、えー、今年も Google の本社に招待されているようですがちょっとまだ行けないですねうんまあそのうち行くこともあるでしょうまあその時までに少しは喋れるようになっておきたいと思いますそれではいってらっしゃい